中国・北京の証券取引所が今日取引を開始しましまた。中国では上海新鮮、香港にきょうから81銘柄の株式が取引されます上海や深圳の取引所より上場基準のハードルを引き下げているため売買に参加できる個人には一定の条件を設けていてリスク許容度の高い投資家に取引を限定します 習近平国家主席が9月に表明してから2か月半でのスピード解説となりました。